こんにちは、手相メンタリスト高海と申します。ご視聴していただきありがとうございます。手相知識を使いながら少しでも心が軽くなるような配信を目指しております。ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。手相をご自分で見る時のポイントとして、ハンドクリームを塗ってから見るようにしてみてください。しっかり塗り込んであるとツヤが出て視野を判別しやすいからです。それでは解説に移っていきます。本日は褒められたら伸びる人の手相というテーマでお話をさせていただこうと思います。もちろん時には厳しく注意してくれるような人も必要だとは思いますが、どうしても人からの評価を気にしすぎてしまうタイプの方はいらっしゃいます。なので今日紹介する線を持つ方は自分を甘やかすこととは違うのですが、なるべく褒めてもらった方が気持ちも穏やかでいられたり、モチベーションアップにもつながると考えられます。今日紹介している線を持っている方は自分の性質ですから、そのような環境を自ら作っていくようにしていくのも必要なのではないかと思い、提案させていただこうと思います。それでは解説に移っていきます。赤で表しました頭脳線、緑で表しました生命線、こちらの起点が人差し指と中指の間ぐらいまでつながっているようなタイプの方は褒められて成長するタイプです。非常に常識人で人からの評価を気にするので、褒められた方がどんどん伸びるタイプです。人から褒められるとそれを糧にまた頑張ることができるでしょう。反対に叱られたりすると一気に自信喪失をしてしまい、立ち直るまでには時間がかかるタイプです。できるだけ褒めてくれる人がいる環境で生活をすることが能力を伸ばす秘訣になっていくと考えられます。反対に起点が離れれば離れるほど人からの評価を気にしないタイプになっていきます。我が道を進んでいくのが成功の秘訣と言えるでしょう。次は頭脳線が月丘と言われる部分の下の方まで伸びているようなタイプです。このようなタイプは人の微妙な心の動きを気にして、それに自分も影響されるところがあります。誰からも自分の存在をよく見てほしいと思う気持ちが強いので、できるだけ褒められた方が能力を伸ばせると言えるでしょう。次は人差し指と中指の間から弧を描くような線が出ているようなタイプです。こちらはヴィーナスラインと呼ばれる金星体の一種になり、自己アピール度が高い人に見られる層になります。なので人間関係では自分が相手を引っ張っていきたいと考えるタイプです。ただし少し打たれ弱いところがあるとされます。褒められて伸びるタイプというよりかは、叱られると気にしすぎてしまい尾を引きすぎてしまうので、褒められることで心の安定につながっていくと考えられます。反対に薬指と小指の間から線が伸びるようなタイプもいらっしゃいます。こちらもヴィーナスラインと呼ばれる金星体の一種になります。こちらは今紹介した線と正反対の線で、どちらかというと受け身のタイプです。打たれ強く M 気がややあるようなタイプになります。褒められると裏があるのではないかと気にしすぎてしまうところがあるようです。次は感情線と言われる線の上に視線が複数出るようなタイプです。このようなタイプは積極的な方に見られる層になります。明るく開放的な性格の人が多く、自分を押し出していけるタイプです。リーダー気質も持っているため、イベントや企画などの準備には率先して携わっていくタイプです。自分の積極性を褒めてもらったり、頼りにされることでどんどんモチベーションを上げていくタイプです。次は感情線が2本あるようなパターン、二重感情線の持ち主です。二重感情線の持ち主は感情が人の倍あると言われています。面倒見がよく友達思いで、周りへの気遣いも抜群な人です。寛容で人の気持ちや立場もよく理解できるので、優れた人格者として慕われることが多くあります。ただし感情が普通の人よりも倍あるということは、それだけ周りからの評価も気にしすぎる傾向にあります。褒めてくれる人が多かったり、感謝されたり、信頼される環境こそどんどんモチベーションを上げていける方です。以上の線たちが褒められて伸びる人の手相というふうに判断できるかなと僕は思います。他の線との兼ね合いでまた違った意味を生む場合もあります。当たってるなと思うものがあるのであれば参考にしてもらえたら幸いです。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。